的中率抜群、当たる競馬予想。earthon.tv 競馬部。MC のバーチャルキノコです。競馬部は、現在 JRA で37週連続的中。昨年からの地方交流競馬を含めて、なんと40連勝中です。今週も的中馬券をお届けできるように頑張りますので、 ぜひ最後までご視聴ください。今回は5月9日日曜の東京メイン芝1600メートルで行われる G1NHK マイルカップ。新潟メイン芝2000メートルで行われる G3 新潟大商店。5月8日土曜の中京メイン芝2200メートルで行われる G2 京都新聞杯。新潟メイン、芝1600メートルで行われる、オープン、谷川岳ステークスの予想をお届けいたします。まず、最初は、こちらのレースからです。今年は、18頭立て。まず、 新編集長に任命された私きのこの本命はもちろん世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手騎場の5枠10番ソングラインです。対抗は藤岡祐介騎手騎場の2枠4番バスラットレオン。タイアナは名手ルメール騎手騎場の7枠15番シュネルマイスター。レンアナは2頭。 みゆきき式場の2枠3番ルークズネスト。レジェンド竹ゆたかき式場の7枠13番ホウオウアマゾン。馬券は本命池添えき式場のソングラインの単章と。水晶馬5頭の生まれんワイド枠連ボックス。そして今回は師匠のムーさんの真似をしてソングラインの一等軸。 水晶場への馬炭流しで勝負します。次に、神将軍、坂織の本命は、8枠18番、ピクシーナイト。対抗は、2枠3番、ルークズネスト。タイアナは、4枠8番、グレナディアガーズ。レンアナは3頭。2枠4番、バスラットレオン。3枠6番、 シティレインボー。7枠15番、シュネルマイスター。要注意馬は、7枠14番、ショックアクション。馬剣は、本命、ピクシーナイトの副将と、一等軸の生まれん、枠連の、推奨媒の流しで、勝負するとのことです。そして、競馬部で、圧倒的な的中率、回収率を誇る、K、競馬部の守護神。 ムーさんの赤星は、私きの子と同じ、池添駅式場、絆3区、5枠10番、ソングラインとのことです。ソングラインは、明らかにサウスポーで、前2走、左回りで勝った2レースともに、評価できる内容とのことです。他の馬は、金子目3区、7枠13番、鳳凰アマゾン。ビクトワールピサ3区、一枠一番、 レイモンド・バローズ。リオン・ディーズ・サンク、1枠2番、アナザー・リリック。モーリス・サンク2等。2枠3番、ルークズ・ネスト。8枠18番、ピクシー・ナイト。キズナ・サンク、2枠4番、バスラット・レオン。ロード・カナロア・サンク、4枠7番、タイム・トゥ・ヘブン。フランケル・サンク、4枠8番、 グレナディアガーズ。キングマンサンク、7枠15番、シュネルマイスター。馬券は、赤星、ソングラインの単勝と、一等軸馬単の、推奨馬への流し。そして、馬連と、枠連の、ゾロ目を含むボックス。さらに、ソングライン一等軸の、三連服、推奨馬への流しで、勝負するとのことです。 NHK マイルカップの予想は以上となります。お次はこちらです。<music> 今年は14頭立て。まず、私きのこの本命は、笑顔が可愛らしい、西村騎士城、6枠10番、ポタジェです。対抗は、秋山騎士城。 8枠14番、里野ソルタス。タイアナは、サメシマカツマキ式場、2枠2番、サンレイポケット。レンアナは2頭。吉田豊タカキ式場、4枠6番、ヒュミドール。吉田ハヤトキ式場、1枠1番、ボッケリーニ。馬券は、水晶馬5頭の、馬連、ワイド、枠連ボックスで勝負します。 次に、神将軍、坂織の本命は、1枠1番、ボッケリーニ。対抗は、7枠11番、ダノンマジェスティ。タイアナは、6枠9番、サトノエルドール。レンアナは2頭。4枠6番、ヒュミドール。2枠2番、サンレイポケット。幼虫意馬は、6枠10番、ポタジェ。 馬券は、本命、ボッケリーニ一等軸の、馬連推奨馬への流し。そして、枠連、六六のゾロ目を含む、推奨馬の枠連ボックスで、勝負するとのことです。続いて、ムーさんの赤星は、ジャングルポケット3区、2枠2番、サンレイポケット。他の馬は、金亀3区、1枠1番、ボッケリーニ。ローエングリーンク 三枠四番、当選スーリア。オルフェイブルサンク二頭。四枠六番、ヒュミドール。五枠八番、バイオスパーク。ディープサンク二頭。六枠十番、ポタジェ。八枠十四番、サトノソルタス。ハーツクライサンク、八枠十三番、マイスタイル。馬券は、赤星。 サンレイポケットの単勝と一等軸の馬単、馬連の七頭流し、そして枠連88のゾロ目を含む水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。新潟大商店の予想は以上となります。お次はこちらのレースです。今年は 11頭立て。まず、私きのこの本命は、イケメンで、絶好調の、川田騎士記場、8枠10番、レッドジェネシス。対抗は、いつも冷静な、福永騎式記場、4枠4番、ルペルカーリア。タイアナは、こちらもイケメン、浜中騎式記場、7枠8番、マカオンドール。レンアナは2頭。 笑顔がかわいい、ンの大勢騎士騎場、5枠5番、ブレイクアップ。笑顔が素敵な、港湾、マダリュジ騎士騎場、6枠6番、東方バロン。馬剣は、水晶馬5頭の、馬連、ワイド、枠連のボックスで勝負します。次に、上将軍、坂織の本命は、8枠10番、レッドジェネシス。 対抗は、1枠1番、ワイドエンペラー。タイアナは、5枠5番、ブレイクアップ。レンアナは2頭。4枠4番、ルペルカーリア。7枠9番、ゲビナー。幼虫イバは、6枠6番、東方バロン。馬剣は、本命、レッドジェネシス1頭軸の、生まれん、枠連の、推奨場への流しで。 勝負するとのことです。続いて、ムーさんの赤星は、モーリス3区、4枠4番、ルペルカーリアとのことです。他の馬は、2枠2番、ベローチェオロ。ノベリスト3区、5枠5番、ブレイクアップ。ゴールドシップ3区、7枠8番、マカオンドール。オルフェイブル3区、7枠9番。 ゲビナー。ディープサンク、8枠10番、レッドジェネシス。馬券は、赤星、ルペルカーリアの単勝と、一等軸の馬単、馬連、五等流し。そして、七々のゾロ目を含めた、水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。京都新聞杯の予想は以上となります。最後はこちらです。 今年は、急刀立て。まず、私たくしきのこの本命は、世界中の機種の中で、一番好きな、池添機種機場、一枠一番、スマートリアンです。対抗は、秋山機種機場、二枠二番、シュリ。タアナは、丸山機種機場、七枠七番、トライン。 レンガノアニ原田騎士騎場、四幕四番、プリンスリターン。堺流星騎士騎場、六枠六番、エントシャイデン。馬券は、水晶馬五頭の、生まれワイド、枠連のボックスで勝負します。次に、神将軍、坂織の本命は、四幕四番、プリンスリターン。対抗は、 5枠5番、セクセッション。タイアナは、1枠1番、スマートリアン。レンアナは2頭。2枠2番、シュリ。6枠6番、エントシャイデン。馬券は、本命、プリンスリターン1頭軸の馬、馬タン、5頭流し。そして、推奨馬6頭の、馬連ボックスで勝負するとのことです。 続いて、ムーさんの赤星は、ハーツクライサンク、2枠2番、シュリトのことです。他の馬は、キズナサンク、1枠1番、スマートリアン。ストロングリターンサンク、4枠4番、プリンスリターン。ディープサンク2頭。6枠6番、エントシャイデン。7枠7番、トライン。ロンロサンク。 8枠8番、ミラーアイトーン。馬券は、赤星、首里の単章と、一等軸の馬単、馬連ごとを流し。そして、水晶馬の、枠連ボックスで勝負するとのことです。今週の競馬部の予想は、以上となります。競馬部は、現在 JRA で、37週連続的中。 昨年からの地方交流競馬を含めて、なんと40連勝中です。この調子で連続的中記録を伸ばしていきたいです。JRA は3度目の緊急事態宣言を受け、当面の間、無観客競馬の実施と、一部を除き、勝ち馬投票券の発売、払い戻しの中止を発表しました。詳しくは、 JRA のホームページをご覧ください。未だに収束が見えない新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、手洗いやうがい、洗顔、洗髪など予防をしっかりしましょう。外出する場合はマスクはもちろん、髪の毛にウイルスの付着を防ぐため、帽子を着用して感染を防ぎましょう。感染予防はあなた自身や、 大切な方々を守るためです。それでは、今回は、この辺りでお開きとさせていただきます。最後までご視聴していただきまして、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いします。